1月21日のドル円相場解説になります。暗号通貨のことをちょっと昨日お話します。私ことですけども、昨日ねイーサリアムを半分決済しました。半分決済した直後、まあ最高値だったんですね。偶然ね、最高値のあたりで決済できたのは非常にラッキーだなと思いました。14万5000円ぐらいのね価格がついていたんで、まあそこで決済してみたんですけども、無事、銀行の方にね日本円が入りまして、結構大きいなと思ったわけなんですけども、イーサリアムね、私ね15万円ぐらいが高値の行くところなのかなと思っていたんで、そこのね、まあ1割引きぐらいのところで決済したわけなんですけども、頭と尻尾はくれてやれですからね。ただイーサリアムね、こっからもうまだまだ伸びるんじゃないかなと、例えば20万円前後まで行くんではないかなというふうな気がするんですよね。まあこれはファンダメンタルになりますけども、いろんなデータを集めていくと、イーサリアムにかけるその期待とかね、イーサリアムの使い良さっていうのはまだまだ知られてないということで、やっぱりねキングオブコインイーサリアムなのかなと思ってるところなんですよね。もちろんビットコインは別格でございます。ビットコインは今360万とかあの辺だったんですけども、多分ね400万とか500万とかっていうのは見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。ということでビットコインはこのまましばらく持っていこうかなと思います。少なくとも500万円っていう水準が見えるまでは手をつけずにおろうかなと思うんですよね。はい、それで XRP なんですけども、これはもうね、もう自由にやってくださいということでございます。もう XRP の損失も補填ができましたんで、いつ決済しても全く問題なくなりました。でおかげさまで、そういったねポートフォリオをもとに私は決済をしますんで、もっと稼ぎたいなと思ってやるわけじゃないんですよ。イーサリアムっていうのは XRP の含み損を補填する部分だけ決済したという形になりますね。はい、それでは今日の相場解説に移ります。ドル円のまずねデイリーの方から見てみましょうか。いやデイリーの方ね、ついにねセルの方に動き出しましたよ。はい、全体的にこういう風な流れになってるのはもう皆さんねご存知のことだと思いますけども、こちらですよね。ここがねこういう風な形で下りトレンド、要するに右肩下がりになってるでしょ。その前ってのはこういう風に突き上げてましたよね。その前ってのはこういう風な波動を描いてました。こうですね、こういう感じかな。横ばいがあって、こういう風にたまに線引いてみてくださいね。で次4時間なんですけども、今回はね4時間、エントリーはしてるんですよ。というのがここでね、ここまでセルできて、ここまでは取れるわけじゃないですか。ですんで一旦ここで決済をしたんですけども、また決済したところで再度入り直してるんですよ。利益確定をした後、その利益確定をした価格の半分のロットで入ってます。ここでさらにこっちの下の方を狙ってるわけなんですよね。まあエントリーしてまだ1時間も経ってないんで、まだ含み益出てない状態です。手数料分だけマイナスって形でございます。これだとよくわかりやすいですね。一旦ここです。ちょっとここ上がっちゃったんですけども、セルで取った部分ってのはこうなんですよ。で N を書いて大きく下にズバッと行きましたんで、ここでね決済をして、さらに同じところでエントリーし直して売りで入ってる状態です。でストップロス、こちらですね、ここにロスカットラインを設けてエントリーしたところが今ここで、うごめいているかなってことですね。これがね、もうちょっとね、売れてくれればいいなと思うんですけども、ヒゲ先までは行くんじゃないかなという目論見でやっております。あとね、レジサポ転換起きてますんで、ここがずっと超えられなかったところですよね。ずっと上のところで推移してましたけども、大きく上に振りをつけて、で、ここでゾーンにぶち当たってね、グワーンと下がっていくっていうシナリオです。まあ、ですんで、このセルは大いに期待できるんじゃないかなと思います。本日21日、22日とこの2日間でどこまで下の方に、行くのか、102円台に入るのを私は想定してますけどね、楽しみだなと思ってます。はい、楽しみっていうのはね、やっぱりこう利益が取れるっていうのもあるんですけども、自分の思い描いたシナリオに対してそれに吸い付くようにその値動きがぴったりと一致する、その喜びがありますよね。で逆に自分のシナリオ通りに行かずに全く関係ないところにね、そのドル円の
指標がいってしまうっていうのは、まだ甘かったなと反省するところであるんですけども、必ず FX で振り返るとね、反省材料が見えてくるんですよ。ここだったんだみたいなのがね、これは違ったんだみたいなね、勘違いもよく見つかるということでございます。ということで、勘違いを見つければ見つけるほど次のエントリーが楽しみになってくる、反省大きい日々ですね。はい、今日もありがとうございました。